キモーレン。暗い海に輪が燃えてゆらゆらとしているのが見えることがある。それは海で死んだ者が成仏できず、生きた人間を自分たちの仲間に引き入れようと襲ってくる引き猛連の出す光だという。ひざま。沖の選ぶ島の恐ろしい邪神である。空の瓶や桶に宿るので、瓶や桶は伏せるか水を入れておくかする。火事が起こるのはこのひざまのせいだとされ、家にひざまがついたと言われるとすぐに巫女にひざま追い出しをしてもらうという。美写がつく。ただ一人で静かな夜道を歩いていると、ビシャビシャと足音が聞こえることがある。これをビシャがつくと言っている。得体の知れない恐怖感に胸が高鳴っている時に起こる現象である。美人様、山の神様、美人様が通る日は山仕事をやめるという、神を崇める気持ちの表れであろう。美人様は黒雲に包まれた丸い玉で、青や赤色のビラビラがぶら下がっている。大きさは両手で抱えられるくらいのものである。ひだる神。ひだる神は餓死してさまよっている霊で、これに疲れると腹がすき歩けなくなってしまう。何かを食べるか手に米という字を書いて3回舐めると良いとされる。ひでり神。この妖怪が出てくると決して雨が降らず、日照りが続き干ばつになってしまう。険しい山奥に住み、手が一本で足も一本なのに、風のように速く走り、なかなか捕まえることができないという。人声叫び。山中の妖怪の類は、人に声をかけるとき、人声だけ呼ぶという。その人声だけ発生する妖怪を人声叫びという。だから人間同士は必ず二声続けて呼ばなくてはいけないそうだ。一言主の神、葛城さんの神で、一言の願いであれば何でも聞き入れてくれるという。また吉凶を一言で言い放つ予言の神とも言われている。一つ目小僧。菓子箱の菓子を勝手に食べている子供をたしなめると、黙っていいよと言って顔を向けた。なんとそれは一つ目小僧であったという。この他にも一つ目小僧の話は各地にたくさん伝わっている。一つ目入道。昔、江戸高輪の貧乏な医者が来診を頼まれ、目隠しをされたまま連れて行かれた屋敷に、一つ目の茶坊主や身の丈2メートル以上もある一つ目の大入道がいたという話が残されている。一つ目の大坊主。川舟で夜釣りに出かけた主人と友の者は、
突然現れた一つ目の大坊主に恐れおののいたが、すぐに気を取り直し、竿と櫓を大坊主めがけて振りかざした。すると大坊主は忽然と姿を消してしまったという。一つ目棒。八代の松井家に伝わる百鬼夜行絵巻の中に描かれている妖怪。一つしかない目の上の額から光線のようなものを発している。一人相撲。昔、筑前姪の浜の力自慢の久蔵という男に、カッパたちが相撲を取ろうと挑戦してきた。久蔵は挑みかかってくるカッパたちを次々投げ倒したが、見物をしていた人たちには久蔵の一人相撲にしか見えなかったという。一人間。火の入った提灯を持って歩いていると、すーっと火が消えたように暗くなることがある。そこを過ぎればまた元の明るさに戻るという。これは一人間という妖怪の仕業である。火の閻魔。火の閻魔はもともと女盆を戒める仏教から出たもので、女に迷って身を滅ぼすことを諭すためのものであった。一旦火の閻魔に見入られると、財産はもちろん血の一滴まで吸い取られ、命も失うという。火の車。生前良い行いをしなかった者のところには、地獄から火の車が迎えに来るという。地獄に向かう前に親族の前に現れるとも言われている。火バゴン。昭和45年頃、広島の火場氷に出没したので、火場ゴンと名付けられた。身長150から160センチ、茶色の毛で覆われ、頭は逆三角形、猿でも人間でもなかった。昭和50年以降姿を消してしまった。ヒヒ。性格は獰猛で、形は人間によく似ていて、よく走り、よく笑う。体は黒く、毛が生え、唇が出ていて、人間を食う。大きさは3メートル以上のものもいる。ヒマムシ入道。怠け者が死んで妖怪になり、人が夜鍋をしている時に現れ邪魔をするという。百目。体中に目が100個ついていて、昼は眩しくて歩けないので夜になってから歩く。人に会うと目玉だけが一個飛び出してきて、どこまでもついてくるという。百鬼夜行。百鬼夜行とは、たくさんの鬼が夜歩くことで、これを見たという話が古くから伝えられている。昔の夜は暗く、人間が寝静まった後は
鬼の世界であったらしい。表末。昔、春日大社建立祈願に作った人形を完成後川に流したのが、カッパになって人に害をするようになった。これを沈めたのが兵部大夫島田丸という奉行で、それ以降カッパを表末と言ったのだという。氷ずんぼ。氷ずんぼは空を飛ぶカッパで、春は川にいて、秋になると山へ移り住み、移動するときにひょんひょんと鳴きながら集団で空を飛ぶ。崖崩れの音をさせて驚かせたり、家に穴を開けたりといったいたずらをすることもある。病虫。昔の人は病気や虫が起こすものと考えていたらしく、この絵は病人を襲う病虫の群れである。昔は病気になるとつきもののせいといって祈祷などを頼りにしていたが、この病虫もそうしたことから生まれたものである。表徳。じいさんが山の神からもらったへそから金を出す醜い子供をばあさんが死なせてしまった。子供は夢でじいさんに、自分に似た面をかまどの柱にかければ栄えると告げた。以来東北ではかまどの近くに表徳の面を祀るようになったという。屏風のぞき。夜、屏風の影から髪を垂らし、痩せこけた姿で人の寝姿をのぞく。新婚の夜などを好んでのぞくと言われ、なぜのぞくのだと聞くと、私は屏風のぞきだと答える。これを封じるには、屏風を使わないことだと言われる。日和棒。日和棒は雨や曇りの日には姿を見せず、晴れた日に現れるので、それを天気の目安にしていた人々は、やがて日和棒の紙人形を軒に下げ、明日天気にしておくれ祈るようになった。それが現在のてるてる坊主である。枚方の御影の神。応神天皇の御代に枚方の里では御影の神が暴れていた。朝廷が神の御座所とお神酒のための酒屋を作って、そのたたり神に向けて祈願させたところ、怒りは静まったという。平部街。神代の時代、沖に漁に出た猿田彦は毛の生えた大きな貝に襲われ、船を転覆させられた。猿田彦は命からがら泳ぎ帰ったというが、これは平部貝という貝の化け物だそうだ。昼持ち。昼を助けて以来栄えるようになった家があり、その家の主人は元旦には雑煮を食べずに
そのまま神棚にあげる。するとその象には皆昼になってしまうという。美は僕僕。現状と僕馬という二つの美和の名器が美は僕僕という妖怪になったそうだ。絵にあるように人間の姿になって日本中を旅して美しい音色を奏でているのかもしれない。びんずる尊者、おびんずる様、あるいはなで仏と呼ばれ、病に悩む人が病んでいる部分とびんずる尊者の同じところをさすると治るという。この絵は益子西明寺の二体のおびんずる様で、体中に髪留めのピンが刺さっている。さする代わりにピンを刺していったのであろう。ひんな神、人形と書いてひんなと読む。ひんな神というつきものは、墓場にある土を持ってきて、三年の間に三千人の人に踏まれるように置き、その踏まれた土で作った人形のことを言う。貧乏神、貧乏神に取りつかれたのか、何をしても悪い方悪い方へ傾く男がいた。ある日夢に老人が現れ、焼き飯と焼き味噌を少しこしらえ川に流すようにと言われた。その日以来男は貧乏から逃れられたという。風里、カワウソに似た姿で空を飛ぶことができ、岩や木に登るスピードもまるで飛ぶ鳥のようであるという。また風里が野に出て奇妙な草を見つけ、これを枝に止まっている鳥に投げると、その鳥は必ず落ちるそうだ。吹き消しババア。昔ろうそくやあんどん、ちょうちんなどの明かりが風もないのにふっと消えてしまうことがあった。これは吹き消しバーバーの仕業である。遠くから息を吹きかけて火を消してしまうのである。福の神、妻についた福の神のおかげで栄えていた家があった。夫はそれとは知らずに妻についていた福の神を嫌い、矢で行ったため家は没落し、妻にも去られたという昔話があるが、福の神は妖怪ではなく良い霊と言えるであろう。ふぐるま用皮、ふぐるまは手紙を運ぶ車のことであるが、ふぐるま用皮は恋文などの手紙に込められた思いが凝り固まってなった妖怪である。思いが相手に伝わらないと、それが怨念になって相手に取り付き人食い鬼にしたという話もある。袋下げ、袋下げという妖怪が出た。林の中を通るといきなり木の上から白い袋が降りてきたという。木の上から何かをぶら下げる妖怪というのは各地でよく聞かれる。袋
袋むじな。江戸時代には泥棒は大きな荷物を背負って逃げるのが一般的だったようだが、人間に化けたむじなが夜中に財物を袋に詰め込んで立ち去る袋むじなの姿は、やはりそれから連想されたものと思われる。ふさまらー。ふさは草、まらーは稀に訪れる人の意味である。南方特有の来訪神で、もともとは雨乞いの神であった。八重山諸島のお盆には仮面をつけ、全身につる草を巻きつけた小学生がふさまらーに扮して練り歩く行事がある。ふすま。ふすまとは昔の夜具のことであるが、佐渡でいうふすまは、夜道を行く者を風呂敷のように襲い、目や鼻を塞いでしまう妖怪のことである。この妖怪ふすまは、お歯黒で染めた歯でしか切り裂くことができないという。札返し。ボタン道路の亡霊おつゆは、すいた男の戸口に貼られたお札を隣の男に頼んで剥がしてもらうが、札を剥がしてもらいたがる幽霊のことを札返しという。女、繊細の子に食べ物を与えずに餓死させた女の後頭部にマサカリが当たり、傷が口のようになった。その口が食べ物を欲しがり、食べる時は髪の毛が蛇になって食べ物を運び、食べさせないとひどい頭痛を起こして暴れるという。二つ塚の化け物。来いやー来いと声を出す塚から女が現れ、男に火を吹く塚に連れて行けという。火を吹く塚に入った女は鬼女になって出てきて、また男に背負われ元の塚に戻った。女は、望みは晴れたと言って男に百両の礼をしたという。淵猿。広島の吉田川に住み着いて人々に危害を加える淵猿という妖怪を退治するよう命じられた荒源三郎は、淵猿の頭の皿が弱点と考え、皿の水を吹き飛ばして退治したという。名前に猿がついているが、カッパの類だと思われる。船板のこと。応神天皇の頃、朽ちて使えなくなったカラヌという朝廷の船を薪として焼くことにしたが、どうしても燃えない部分があった。天皇がそれで琴を作らせてみると、音色の美しい名器ができたという。ブナガヤビ。ブナガヤは普段は川底にいて、あまり人間とは接触しないが、川遊びの子供がブナガヤの手を踏むと、手に火をつけ、足を踏むと足をやけどさせるという。ブナガヤビは青みがかっていて、沖縄にはたくさんいる。船玉様。船玉様は
船乗りが信仰する神様である。船玉様の立てる音が聞こえた時は、大漁などの吉時か、しけや遭難などの不吉の前兆かのどちらかであると言われ、これを聞き分けるには長年の経験が必要だとされている。船毛連。船の難破で死んだ人たちの亡霊が大勢集まり、船べりに顎をかけ、仲間に入れと叫ぶ船毛連だ。これが現れたらかまどの灰をまくと姿を消すという。船幽霊。夜の海に現れ、ひしゃくを貸せ、ひしゃくを貸せという。こんな時は底の抜けたひしゃくを渡せば、いくら汲んでも水は抜けてしまうので、船幽霊は諦めて去っていくという。浮遊霊。死んだ人間の体から抜け出た霊魂は、しばらくの間家の周りを浮遊した後、死者の国に行く。しかしその時期を逸してしまった霊魂は成仏できずにさまよい、この世で浮遊霊となってしまうのである。ブラブラ。古い寺に新しい死人が運ばれてくるたびに、墓地の裏道にはぼーっと光る提灯が現れるという。提灯の壊れかけたものが風に吹かれたりしていると、なんとなくブラブラという妖怪に見えたりする。ふらり火。この妖怪は火と鳥が一緒に出てくるのが特徴で、火と鳥がふらりふらりと飛んでいると、まるで千鳥足の酔っ払いが提灯を持って歩いているようにしか見えない。人に害は与えない。ふるうつぼ。うつぼというのは弓矢の矢を入れる容器のことである。このふるうつぼは、うつぼが長い年月を経て古くなり、霊が宿って妖怪化したものであろう。ふるそま。山の中で姿は見えないのに木こりの声が聞こえ、やがてバリ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 ッと木の折れる音が響き、ザザドーンと大木の倒れる音が聞こえる。これは古そまといって、伐採中に怪我で死んだ木こりの霊だと言われている。木こりのことをそま人というところから来た名前である。古椿。昔から古い椿の木は化けると言われ、女に化けたり木が踊ったりしたという話がある。確かに古い椿というのは不気味な美しさを持っている。ブルブル。ブルブルはその姿や名前が表しているように、人の恐怖心を煽って体をブルブル震わせる妖怪である。子供を好み
暗い場所や穴の中で待ち伏せ、やってくる子供をゾーッとさせる。古谷の妖怪。ビンゴの友の津にあった金屋という酒屋には妖怪が住み着いていると評判になっていた。数々の怪異を面白く思った漁師は酒屋を移転させ、元の家を金屋古屋と名付け、妖怪屋敷として保護したという。風呂桶の火の玉。火の玉は死者との別れの時に現れるという。出現場所は様々で、僕が子供の頃風呂に入っている時に目撃したことがある。ブンブン岩。この岩のそばを通ると、去年も19、今年も19、ブーンブーンと歌いながら糸車を回す音が聞こえたという。ここで殺された女の霊が岩に取り付いていたらしい。平家一族の怨霊。兄源頼朝に追われた義経一行が大仏の裏から船で逃げようとすると嵐に襲われた。これは平家の怨霊の仕業と弁慶が一心に念じると怨霊は退散した。これが謡曲「船弁慶」の一節となっている。平六。御幣を振りかざして走る赤鬼のような妖怪。御神託と称して偽りの情報を流し、人々を混乱に陥れて世を騒がせたという。べか太郎。人前に現れてはあかんべえをして軽蔑するような仕草で相手を不愉快にさせる。べかとはあかんべえのことである。ベトベトさん。夜道を歩くと後ろから誰かついてくる気配がする。こんな時、ベトベトさんお酒をおこしと道を開けると足音がしなくなる。これは音の妖怪である。蛇の怪。嫁いだ娘がお産のために実家に帰ってきた。娘はお産が終わるまでは産屋を決して覗かないでくれという。気が気でない両親はそっと覗いてしまった。娘の産み落としたのはなんと無数の蛇の子供であった。蛇巫女。小豆島に流れ着いた長持ちの中からたくさんの蛇が出てきた。中身を見る前から長持ちを奪い合った者たちの家に入り込んだのが蛇巫女の起源と言われ、蛇巫女の家の者があいつは憎いと思うだけで相手は悩まされる。弁慶堀の川太郎。江戸の九段の弁慶堀で
水に落ちた子供を助けようと手を差し伸べると、強い力で水の中に引っ張り込まれた。なんとか逃れたが、体中に悪臭がついていた。人々は弁慶堀のカッパの川太郎の仕業だと噂をした。ホイホイビ。大和の柳本の城跡に、ホイホイと呼びかけると、シャンシャンという音とともに現れるという鬼火で、これを見た人はたたられ、必ず病気になるそうだ。ホイホイ火は柳本の城主の怨霊であるとも言われている。ほうき神。ほうきは道具であるが、このほうき神はつくも神ではない。長居をする客を早く返したい時や、お産を軽くしたいと願う時、ほうきを逆さに立てておくというまじないにあるような、民間に信仰されている神様である。ほうきや笛の霊。廃屋に泊まった武士が夜更けに障子の向こうの人の話し声で目を覚ましたが、誰もいない。ただ埃まみれのほうきや笛があるばかり。武士は器物も古くなると霊が宿って、貝をなすというつくも神だと納得した。方向。千年もたった木には方向という姓が取り付いている。この姓は黒い狛犬のようで、尻尾がなく顔は人間に似ているという。もともとは中国の妖怪で、後の時代に人間がこれを煮て食べたという話も残っている。坊主だぬき。坊主橋という橋の際に藪があり、人が夜この藪のそばを通ると、いつの間にか坊主頭にされているという。これはタヌキの仕業で、土地の人はこのタヌキを坊主だぬきと言った。放送神。疫病を蔓延させる神である。昔は疱瘡が最も恐ろしい疫病であった。ある時、疱瘡を病んでいた女の夢うつつに疱瘡の神が現れ、ここに灯明を灯し、おみきを捧げれば治ると告げて消えた。その通りにすると疱瘡はすっかり良くなったという。疱瘡子。目が四つあり、角の生えている疱瘡子は、人間の目には見えない、病気をもたらす悪い鬼を追い払う鬼神で、毛霊という死者の肝を食べる妖怪から、死者を守るとも言われる。疱瘡ババア。ある村で疱瘡が流行し、大勢死人が出た。その頃、墓を掘り起こして死体を食べる者がいて、疱瘡ババアという妖怪が死体を食うために疱瘡を流行らせているのだという噂が広まった。疱瘡ババアはやがて姿を消したという。ほうなで。暗い谷沿いの道にはほうなでという妖怪が出ると言われた。
夜露に濡れたススキのせいだという人もいるが、実際に撫でられた人は暗闇から青白い手が出てぬっぺりと頬を撫でられたと恐ろしげに語るという。ホゼ。九戸あたりでは十円玉くらいの光る玉が飛ぶことがある。ホゼというその玉は女に妊娠していることを知らせ、体内に入ると赤ん坊に取り付くという。取り付いたホゼは、ある種の生命力の源のようなものであるらしい。細で。岩手県を中心とした東北地方で言われる妖怪。神様や仏様を祀ってある部屋から細長い手が伸びてくると、それは悪いことが起こる知らせであるという。牡丹灯籠。牡丹灯籠は有名な怪談で、旗本の娘おつゆの幽霊が乳母のおよねをともにカランコロンと下駄の音をさせながら恋しい新三郎のもとを毎夜訪れてきていたが、やがて取り殺してしまう物語である。ホッス森。ホッスというのは長い毛や麻を束ねて柄をつけた仏具のことであり、ホッス森はホッスの姓、すなわちつくも神である。ある禅寺には使い古されたホッスが夜になると踊り出したという話も伝わっている。仏の幽霊。京都の大仏殿に雷が落ちて建物はすっかり焼失してしまった。やがて大阪寺町の松の茂みが大仏様に見えるという噂が広まった。夕暮れ時にはさながら仏の幽霊のようであったという。骨女。お盆の晩に現れるという骨ばかりの女が、カタリッカタリッと音を立てて歩く。この骨女は魚の骨をしゃぶるのを好むという。骨から傘。風もないのに傘がいきなり逆に開き骨だけになってしまう。骨から傘のいたずらだろう。傘というより化け物の感じで、骨だけで髪のほとんどがない傘を骨から傘と言ったのであろう。ホヤウカムイ。ホヤウカムイは湖の主で、悪臭を放ち、その匂いで皮膚が腫れたり毛が抜け落ちたりするほどであるが、悪臭で宝相神を追い払ったという話もある。ボロボロトン。衣服や布団は毎日使うものなので、人間の思いや魂が入りやすいのであろう。ボロボロトンはそんな人間の思いがボロの着物や布団について妖怪に化けたものだという。舞首。
鎌倉時代、力自慢の三人の武士がつまらぬことから口論になり、互いに斬り合い、その首が三つとも海に落ちた。それでも争いをやめず、今でも夜中になると首が三つどもえになってわめきながら会場を待っているという。枕返し。昔は夜寝ている間に枕の位置が変わることは不吉なこととされていて、それは枕返しという妖怪の仕業と信じられていた。真面目な幻獣、恐ろしい獣が石を拾って戸をめがけて投げる。二人の男の生活態度を改めさせるために驚かしているのだ。道徳的な真面目な妖怪である。松の精霊。ある時、三州の長光寺の門前にある二本の松の古木に宿る精霊が、寺の住職からすずりと紙を借りて漢詩のようなものを書きつけ、松の木の中に姿を消した。住職はこの書を寺のお守りとして大切にしたという。招く手の幽霊。夜便所へ行こうとすると壁から手が出て招く。不思議なことだと手が招いた部屋へ入ると誰もいない。それはその部屋で亡くなった人の霊が招くと言われる。まぶい米。まぶいとは沖縄で魂のことである。石につまずいて転んだ拍子に子供の体からまぶいが落ちた。ユタと呼ばれる巫女が子供のつまずいた石に供え物をしてまぶいを呼ぶと、子供のまぶいが石に入り、その石を子供に抱かせると元に戻る。この儀式がまぶい米である。魔法様。キリスト教宣教師たちと一緒に来航した九毛狸が銅山に住み着き、踊りを踊ったりしていた。やがて村人に世話になったお礼に、牛や馬を守り災難を防ぐと約束したので、お宮を建てて魔法様として狸を祀ったそうだ。豆獣。人間の心の中に住み着いていて、修行したり特別な勉強をしたりすると出てきて、自然に育ってその人の言うことを聞くと言われる。陰陽道でいうところの式神のようなものだろうか。豆だ。雨の夜には黄岩をレインコート代わりに頭からかぶり、とっくりを持って酒を買いに行き、酒の魚を探しに歩くという、俗謡にも歌われた化け狸である。眉毛。三つの目神社の御神体は朝桶に入れられた一筋の毛であるが、神が怒ると毛が伸び、幾筋にも枝分かれして朝桶の蓋を突き上げる。その毛で盗賊どもを縛り上げたこともあったそうである。
マユンガナシ。石垣島に伝わる来訪神で、幸福、繁栄、豊作、長寿を与えると信じられている。旧暦9月、土の絵犬の日の夜、傘とクバの蓑に身を包んだ若者たちが、マユンガナシに扮して家々を回る。迷いが。遠野にはこんな昔話が残っている。ある女房が山奥に迷い込んで立派な家を見つけた。それが迷いがである。女房がそこから持ち帰った赤いお椀で米を測ると、米がいつまでも減らず、大金持ちになったという。迷い日。火の中に顔が現れる怪し火で、昔岩国で目撃された。こうした怪し火は人の衣類に燃え移ることはないが、毒気に当てられて病気になると恐れられていたようである。迷い船。漁に出て行って、辺りには何も見えないのに話し声が聞こえたり、月の明るい夜に風に逆らってゆく帆船を見たりする。これらは迷い船と言われ、近づくと必ず難破するという。迷わし神。姿は見えないが、これに取りつかれると道に迷ってしまうと言われる。慌てて歩き回ればますます道がわからなくなる。落ち着いて考えれば迷わし神は落ちるという。丸い玉の幽霊。松尾芭蕉が川のほとりで見たという話である。丸い火の玉が谷から橋の上に転げてきて、音よ音よと川下へ呼びかけた。あいあいと女の声が聞こえ、双方がわっと泣き崩れ、火は消えたという。宮城入道。宮城入道は夜中に坂を登るときに出る入道型の妖怪である。はじめは小坊主のようなものが現れ、これがだんだん高くなっていく。そのまま妖怪を見上げていると、見上げすぎてひっくり返ってしまうという。みかりババア。一つ目小僧などと一緒に現れる妖怪で、家ごとに戸をトントンと叩き、蓑を貸してくれという。このみかりババアをよけるには、戸口に団子を刺しておくといいと言われる。みしげ。夜中に戸を叩く者がいるので、表に出てみると、そこに一本のしゃもじが倒れていたという話が沖縄にある。沖縄でも古い食器や器具は化けると信じられている。水の神。水を司るのが水の神で、日本全国どこの地方でも祀らない土地はないほどである。他の神や
山の神とも調和して祀られることも珍しくない。溝井出し。貧しい人が死んだので、その始末に困り、つづらに入れて捨てられた。その白骨化した死体がつづらを破って歌ったり踊ったりしたという。これら白骨の貝が溝井出しである。美濃帯。雨の夜、琵琶湖を往来する者の美濃に点々と蛍のような火が宿る。琵琶湖で水死した人の怨霊が光るのだと言われる。西洋のセントエルモの火と呼ばれる静電現象に近いものかもしれない。美濃虫火。信濃川流域で見られた怪し火である。小雨の降る晩などに現れて美濃にくっつき、払えば払うほど全身を包んでくるが熱くはないという。イタチの仕業だという説もある。美濃わらじ。美濃を着た人間に見えるが、足がわらじになっている。昔から美濃やわらじには呪いの力があるとされ、美濃笠はあの世とこの世を行き来する神の衣装でもある。美濃わらじはこのように呪いの力のある美濃とわらじが合体した妖怪なのであろうか。耳なし法一。琵琶法師法一は毎夜平家の亡霊たちの前で平家物語を語っていた。心配した和尚が法一の体に経文を書いて亡霊から見えなくしたのだが、耳に書くのを忘れたため両耳を亡霊に引きちぎられてしまったという。ミンキラウア。ミンキラウアは女性の一人歩きを狙って出てくる妖怪で、股の間をくぐられたら死ぬそうである。戦後奄美大島でミンキラウアに出会ったという男たちがいたが、小豚の姿をして強い匂いを発していたという。ミンツチ。北海道のカッパである。濃霧の晩に人の前を歩き、呼びかけにも答えず鳥のような足跡を残して消えたと思うと、後ろに現れて水の中に引きずり込むという。ミンツチは水の神で魚たちを支配しているとも言われている。迎え火、送り火。お盆には先祖の霊が帰ってくるという。霊が明かりを頼りにおいでになるように火を焚いて迎えるのが迎え火。霊が再び戻られる時には送り火を焚いてお送りする。ムカデ。昔飛騨の山の中腹にある穴のあたりでしばしば人が消えてしまうことがあった。村人たちは
松葉を焚いて煙を穴に送り込み、数十メートルもある大ムカデが出てきたところを切りつけ、やっとのことで退治したという。ムクムカバキ。ムカバキとは、馬で狩りや旅をするときに腰につけて垂らし、両足や袴の前面を覆ったものである。このムクムカバキは、曽我兄弟の父河津三郎が工藤祐経に暗殺されたときに身につけていたムカバキで、主人の死を無念に思い、妖怪となったものである。ムジナ。ムジナはタヌキに似ているが、化けるのはタヌキよりうまいと言われていた。ある古い寺には6年間も僧に化けていたが、しっかり居眠りをして尻尾を出してしまったムジナがいたという。無人車幽霊。深夜の皇居前付近や東名高速の御殿場付近などで運転者のいない自動車を見かけるという噂が流れたことがある。この幽霊自動車とも言うべき怪異は、よく事故が起こる場所で多く聞かれるようである。ムチ。ムチを振り回すような音を立てて吹く強い風のことで、これに当たると病気になると言われ、牛や馬にはすぐに目隠しをしないと死んでしまうという。ムラサ。海の人玉のようなもので、夜光虫が光る海に丸く固まってぼーっと光っている。もしこの村さにつけられたら、竿の先に刃物をつけて海面を左右に数回切るとよいという。群れ。夜明けの道を行く男の前に女の首が現れた。男が切りかかると首は逃げ出し、ある家に入った。そしてその家から、はあ、怖い夢を見た。夢で外を歩いていたら、男が私を切ろうと追いかけてきた、と話す女の声が聞こえた。目くらべ。福原の都で平清盛が中庭を見ると、たくさんのドクロが転がったり絡み合ったりしていた。清盛が人を呼ぶと、大ドクロが目玉を向いてにらみつけてきたので、負けじとにらみ返すと姿を消したという。飯食い幽霊。ある家に幽霊とも妖怪ともつかないものが住み着いていた。姿は見せず、食べ物ばかり人並みに食うので、山伏に祈祷で追い出してもらおうとしたところ、針をノコギリで切るような音をさせて驚かせたという。メンドン。
鹿児島県喜界ヶ島では収穫祭の太鼓踊りの最中に面どんが乱入し暴れ回る。それは面をかぶり火闇のをまとった少年たちの紛争で、本来面どんとは満月の夜に出現する草木神のことである。面霊記。古い面が妖怪化したものである。昼間はただの面であるが、夜になると壁から外れて動き出す。これはつくも神といって、古くなった器物に取り付く霊で、古い面を放置しておくとこういうことが起きる。モイドン。森に継承の殿をつけたもので、民間信仰の聖地や神の名そのものである。神社としての建物はなく、古い大きな木をご神体としている。モイドンはたたりやすいので、村人は祭りの日以外には近づかないのが普通である。毛量。死者を食べる妖怪で、特に亡者の肝が好物である。墓地のあたりに住み、葬式の時には棺桶から死者を引きずり出して食べることもある。土佐でいう毛量は、死体だけでなく霊までも食べてしまうと言われている。木魚だるま。木魚は不眠不休を意味する仏具で、だるまも不眠の逸話を持つ行者である。この二つが合体した木魚だるまが古くなって捨てられると、つくも神になってしまう。黙黙蓮。誰もいないと思ってあばら屋などに入り込んでキョロキョロしていると、障子に無数の目が現れてびっくりすることがあるという。これを黙黙蓮というが、どうしてそんなものが出るのか誰にもわからない。黙りこくり。3月3日は山に出て、5月5日は海に出るという。もくりこくりは蒙古高句麗から来ている。蒙古襲来の時に水死したものの霊魂で、イタチに似た獣の姿をしている。もののけ。人に取り付いて病気にさせたり死なせたりする霊のことを、昔はもののけと呼んだ。死者または生きている人の恨みとか憎しみとかいった思いから発生する。モモンジー。普段は山奥に住み、夜遅く村や町に出てくる妖怪である。モモンジーに出会うと必ず病気になると嫌われている。一説にはモモンガやムササビが化けたものだとも言われている。モリンジの釜。上州モリンジには、汲んでも汲んでも湯が尽きない不思議な茶釜があった。それは化けたぬきの術なのであったという。後のおとぎ話文福茶釜は、この森んじの釜がモデルになっている。
もんじゃ。海で死んだ者の魂はもんじゃとなって自分の家を訪れるという。もんじゃは家に来るとまず台所の板の間で砂を払い、次に流し場でざーっと手を洗う音を立てるという。もんじゃとは亡者のことである。夜間。昔から夜間は人に取り付く狐だと言われているが、妖怪研究家は狐と夜間は全く別のものであると言っている。ある書物には人を食う悪獣と記されている。夜間ずる。夜遅く山道や森の中を歩いていると、突然木の枝から夜間が下がるところがあるという。これが夜間ずるである。人間に害を加えるという話は聞かない。夜行さん。阿波の国に節分の夜に現れるひげの生えた一つ目の妖怪である。妖怪が活動する百鬼夜行日には、夜行さんは首なし馬に乗って道を徘徊する。これに出会うと蹴殺されると言われている。ヤグと座頭。明治五年の頃の話である。日本橋の畳屋の主人の枕元に夜な夜な座頭が現れるようになった。陰陽道に詳しい人に頼んで祈祷してもらうと現れなくなった。疫病神。疫病神は一人または五人組で町や村をさまよい歩き、疫病を広めると言われている。昔の人は大きな人形を作ったり、大きな草履を作って村の入り口に吊るしたりして、疫病神が入ってくるのを防いだ。厄除け階段。高知県土佐市の清滝寺には厄除け階段巡りなるものがある。穴があって入ってみると真っ暗な中で、突然ばあさんが背中をさすってくれる。これで厄が払われるのだという。穴の中には仏様らしきものが安置されていた。厄子。イタチのような姿をしていると言われ、取りつかれると急に何かができるようになったり、大金持ちになったり、病気になったりと大変化が起こる。夜行を放すには祈祷師に頼むしかない。夜行遊女。別名を産めと言い、難産で死んだ女の幽霊で、常に赤子を抱いている。源頼光の四天王の一人、浦部の末竹が肝試しに行き、夜行遊女の赤子を抱いて帰ってきてしまうが、腕の中の赤子は木の葉に変わっていたという。ヤシマのハゲ。ヤシマのハゲダヌキは狩人に殺されてから人に取り付き、
その口を借りてしゃべるようになった。美人に取り付いて身の上話や源平合戦の話をしたりしたが、日露戦争の頃、若い男に取り付いて出征して以来、消息を絶ったという。八田ガラス。神武天皇の軍が熊野に上陸された時、夢に天照大御神が現れ、八田ガラスを使わすからその先導に従えとのお告げがあった。神武天皇はお告げに従い、無事大和の国に軍を進めたという。夜道会。全国を暗夜して弘法大師の教えを説いた高野聖がだんだんと法力を傘に着て善人を脅かすようになった。夜道会はこの高野聖の風体だけが伝説化され、それが人さらいの妖怪とされるようになったのかもしれない。嫌な川越城が敵に攻められて危うくなると、嫌なが現れて霧を吐いて雲を呼び、洪水を起こして敵を追い返したという。嫌なは水の主、すなわち水神の類であろう。柳の精。樹木には精霊が宿ると言われ、古い木ほど精霊の力は強いとされてきた。また柳の木にはその独特の雰囲気からか、怪しい話がいろいろと伝わっている。柳ババア。柳ババアは樹木霊の一種であると言われているが、川で人が見えなくなると人々は柳ババアに捕らえられたに違いないと言い合う。夜見知らぬ老婆に出会い、そこにたまたま柳があると柳ババアということになる。やなり。家の戸や窓がわけもなくガタガタ揺れ出す。どんどんパタパタという音まで聞こえる。これは地震ではなくやなりといって、鬼の子供がいたずらをしているのである。やぶがみ。中国、四国、九州地方で信仰されている民間の神である。村や屋敷の隅にある藪の中に祀られ、しばしば激しくたたるので恐れられている。山嵐。山嵐は山奥に住んでいると言われる妖怪である。頭から背中に針のようなトゲのような鋭い毛を持っている。怒ると激しく動いて矢のように人を射るという。山犬。山犬は狼ではなく眼光鋭い犬の一種であると言われている。夜山の中で道に迷った時、食べ物を与えると道案内をして無事家まで送ってくれるという。
山乳母。山奥に住む老婆の妖怪で、怒ると目が恐ろしげに光り、口は耳まで裂ける。布を織ったり、わらじを作ったり、子供を育てて山の主にしたりするのが主な仕事である。酒田の金時を育てたのも山乳母だったと言われている。山お先、油を買いに行ったまま帰らない老婆を探しに行くと、山中で寝ていて、油瓶と油揚げを持ってこいという。山お先に疲れたのだ。お先はネズミに似た動物だという。山男。ある男が怪我をして、谷底でじっとしていると、背丈が5メートル以上もある大きな山男がやってきた。そして怪我をした男を背負うと、医者のところまで運んで消えるように立ち去った。山鬼。漁師が山小屋にいると、山鬼が焚き火に当たりに来た。山鬼は漁師の心を読んで楽しんでいたが、偶然飛んだ焚き火の火で火傷をして、人間の心はわからないと悪態をついて去っていったという。悟りに似た妖怪である。山おろし。山おろしは体の毛が針のように鋭く、頭はおろし金のようになっている。おろしというのは山から吹き下ろしてくる強い風のことだから、風を起こす妖怪とも考えられる。山女。昔、山は信仰の対象で霊界であった。そこにはいろいろな精霊が住み、山女も住んでいた。ある日、山に薪を取りに行った男が松林でザンバラ神の美女ににらみつけられたという話がある。山子。山子は色が黒く、全身に長い毛が生えている。人の言葉を話し、さらに気持ちまで理解する。山子の世界はオスばかりなので、人間の女性を見つけては夫婦になりたがる。山じじい。山じじいとは山鬼のことで、目一つ足一つの老人のようで、蓑のようなものを着ているそうである。歯が異常に強く、動物でも何でもかじってしまうので、猿や狼も山じじいを恐れたという。ヤマタノオロチ。頭が8つ、尾が8本。口から炎のような毒気を吐くヤマタノオロチという大蛇が、毎年娘を一人食べてしまう。この大蛇を退治したのがスサノオノミコトで、その時大蛇の尾から出てきたのが雨の村雲の剣である。
山父。山奥の一軒家などで宿を取ると山父という妖怪が現れて寝息を伺い熟睡しているのを確認して人の息を吸う。座れる人は気がつかない。山天狗。神奈川の津久井あたりの山村では夜更けに木を切る音や大木の倒れる音が聞こえたり、風のないのに山の小屋が揺れるなど不思議なことが多い。山天狗の仕業であるとされている。山どっさん。山の神と他の神で五穀を守護する神である。1月9日の夜、裏山から身の傘姿で出てくる。この神を迎えるため家の主人は家中を清めて供物を用意し豊作を祈った。山猫。夜の山道を行く男が狼に衣の裾を加えられ山の頂まで連れてこられた。するとそこを山猫たちの行列が通り過ぎていく。狼のおかげで命拾いしたわけであるが、狼はおそらくこの山の守り神だったのであろう。山の神ババア。山の神ババアに遭遇すると必ず自分に会ったことを人に言うなと忠告する。もし山の神ババアとの約束を破って他言をすると直ちに死ぬと言われている。山彦。呼べば答える山彦は山や谷にこだましながら飛んでいく。昔の人は山で声が反響して帰ってくるのを不思議に思って妖怪の仕業だと考えた。山巫女。寛永19年、高知の城に現れた。60歳くらいに見えるがたくましい肉付きの男で、一言も喋らず食べ物を与えると何でも食べたという。二三日で山へ帰っていったそうである。山岬。死後成仏できず風になって山をさまよっている亡霊であるという。この霊は何も食べないで苦しんでいるので、これに行き当たると病気になると言われている。山わろ。山わろは深い山に住みエビやカニを捕らえて食べる妖怪だ。時には人の真似をして火で炙って食べたりする。この山わろを傷つけたり殺したりすると病気になるそうだ。山わろ。カッパが秋になって山へ入ると山わろになると言われているが、その変化の様子を目撃するとたたりに遭うという。山わろはよく山仕事を手伝ってくれるが、その時は好物のハッタイコや
おみきをあげるといいそうである。ヤマンバ。山道で2メートルもあるヤマンバに襲われた男が必死になって刀を振り回した。その刃に打たれたヤマンバは切り立った岩から海に落ちていった。ヤマンバが切られた場所には黄色い血と足毛馬の毛のようなものが残っていたという。ヤマンバ月。豊作で豊かになった家の主人が田んぼから帰ると、見知らぬ白髪の老婆が掃除をしていた。思いがけない豊作が続き、目に見えて家運が栄えることをヤマンバ月というが、この老婆がヤマンバだったのである。ヤマンボ。ヤマンボは小さい子供で、いつも大木の下に座っていて、人が来ると木陰に隠れる。山の中で大木の実を拾うときには、全部拾わずにヤマンボのために残しておかないと、帰り道を迷わされるという。闇だ。東日本の各地には闇だとか山いだと呼ぶ土地があり、そこを耕すと他の主が病気になるとか災害が続くなどのたたりがあると言われている。闇だに取り付いている怨霊を鎮めるために祠を祀っている地方もある。やりけ町。大名行列の先頭で振られる毛槍のつくも神である。手に持っている木槌は地面を叩いて道を清めているとも考えられるので、やりけ町は土地土地の悪霊を鎮める妖怪なのかもしれない。やろか水。雨で増水した川の淵から、やろかやろかという声がする。警戒に出ていたものが、よこさばよこせと叫ぶと、川の水はさらに増水して村を水浸しにしたという。これがヤロカ水である。八幡知らずの森。天下を狙った平の正門は、死後野望への未練から6人の家来と共に怨霊となって八幡知らずの森に現れるようになった。この森に入ると怨霊たちに取り殺され生きては帰れないという。ここは今も立ち入り禁止の森である。やんぼし。夜、山道を歩いていると、ぼーっとした大きな人影のようなものに出会うと言われていた。人から離れたところに出るが、近づいてくることもあるという。遺言幽霊。遺言を言いそびれて死んだ人、思いを残して死んだ人は迷い出てきて水を欲しがる。目には見えないが、現れては水、水、
水と悲しげに泣くという。幽霊赤子。昔ある旅人が泊まった部屋に赤ん坊の大群が現れた。泣いたりはしゃいだり騒がしい。不気味ではあったが害はないので旅人はそのまま眠った。その部屋は霊となった赤ん坊たちの集会場所だったのかもしれない。幽霊毛虫。元光寺の幽海という僧が恋の病で死んだが、妄念が強く毛虫となってよみがえり人々を困らせた。元光寺の僧が総出で念仏を唱えて成仏させたという。恨みを残して死ぬと虫に化ける、昔はよく言われていた。幽霊しみ。三角関係から相手を殺し自分も自殺した坊さんが恋がたきの男のところへ数万匹のシミとなって押し寄せ家を荒らしたという。これは幽霊というより死んでもなお恨みを晴らそうという怨念のなせる技であろう。幽霊タヌキ。タヌキを退治しようとタヌキの住処のそばで待ち構えていた男に隣家の人から母親が死んだと知らせが来た。男が動じないとタヌキは葬式から墓に埋めるまで、さらには母親の幽霊になって親不幸をなじるというところまで化かしてみせた。幽霊付き。京都のある問屋の息子松之助に近所の娘が思いを寄せ生き霊となって取り付いた。祈祷したところ娘は死んで今度は幽霊となって取り付いた。再び祈祷すると霊は松之助からようやく離れた。幽霊問答。会津に秋華長老という僧と救いを求めてきた幽霊との問答が残っている。人々は悩みを持つ霊を説得して成仏させた秋華長老をまれに見る瞑想であると尊敬したという。幽霊屋敷。昔ある屋敷に一人で住んでいた老婆が裏の井戸で首をつって死んだ。そのうちに老婆の形をした青白い火が現れるようになり、その屋敷はやがて幽霊屋敷と呼ばれ、近づく人もいなくなってしまったという。雪合神。山の中を歩いていると、天気がいいのに急に寒く感じることがある。これは雪合神に出会ったのである。熱が出たり気分が悪くなった時は竹などの皮を編んで作った農具、身で仰ぐとか土鍋をかぶせるといいそうだ。雪女。雪の多い地方に多く出現する妖怪で雪女郎とも言われている。吹雪の夜に現れ顔を見たり言葉を交わしたりすると食い殺されるという。雪じじい。
越後の菱山はかつて毎年2月になると必ず雪崩を起こし、その雪崩に座るようにして白い衣を着た白髪の老人が下ってきたという。これが雪じじいである。ユナは徳之島には夜群れをなして道を走り回る子豚がいる。これはユナワという豚に似た妖怪で、人の股をくぐるのを得意とし、くぐられてしまった人は死ぬという。妖怪石。ある男が暗い夜道で出迎えに来たという召使いの女に怪しい気配を感じて切りつけた。家に帰るとその召使いが無事にしているので、切りつけた場所に戻ってみると、そこには刀の傷のついた岩が転がっていたという。妖怪風の神。妖怪風の神は暖かさと寒さの隙を伺って入り込む邪気である。風に乗って自由に動き、人を見ると口から黄色い風を吹きかける。その風に当たると必ず病気になると言われている。妖怪蜃気楼。昔はハマグリの吐く息は海上に楼閣を表すなどと言われた。これは砂漠で見えるオアシスの蜃気楼と同じものであるが、昔の人は妖怪の仕業だと信じていたのだ。妖怪すっぽん。海に現れる魔物といえば、我が国では海坊主がよく知られているが、この妖怪すっぽんも海坊主に似ていなくもない。動きが速く凶暴なので、海坊主と同じように船乗りたちに恐れられている。妖怪タクチ。いわゆる化け物屋敷のことで、家の中のものが突然動き出したり、家全体が揺れたりする。西洋のポルターガイストと同じである。昔の人は家や土地に取り付いている霊の仕業と考えていたようである。妖怪万年岳。竹やぶに入ってきた人間を惑わせ、野宿をしているところへ枝のような手を伸ばす。妖怪万年岳はこの手でいろいろな術を使い、人の精気を吸い取ってしまう。妖怪。ある娘がもののけに取りつかれ、両親は悪霊退治で評判の僧に頼むことにした。僧はもののけの正体をその家の雄鶏と見破り、早速その雄鶏を締めさせ鍋で煮てしまった。すると娘のつきものは落ち、平常に戻ったという。よすずめ。夜道を行くと、チッチッチッ
というスズメの鳴き声がついてくることがある。すると狼が後から狙って追ってくる。高知県でも似たようなヨスズメの会がある。夜泣き石。昔お腹に子供のいた女が山賊に殺され、その霊が石に乗り移り、夜になると悲しい泣き声を上げるようになった。殺された女から生まれた男の子は寺の住職に育てられ、やがて母親の仇を取ったという。呼ぶ子。山陰地方では山彦のことを呼ぶ子、または呼ぶ子鳥という。山に登ってヤッホーというと、それが山々にこだまして反響する。これが山彦だが、昔の人はこれを妖怪の仕業だと考えていた。雷獣。普段は山の中に住んでいて、雷とともに下界に落ちてくると言われ、落雷した木に雷獣の爪痕がついていたこともあったようである。信濃の方では雷獣というのは地中にいるもので、千年イタチとも呼んでいる。雷神。雷を起こす神。髪の毛は逆立ち、鬼のような形相で虎の皮のふんどしをつけている。太鼓を背負い、手に持ったアレイ鉢で雷を落とす。まことに恐ろしい。この雷神の怒りを鎮めるために各地に神社がある。竜。蛇に似た姿で足が4本あり、口には長いひげを生やし、頭には角がある。雲を呼び雨を降らせ、雷鳴をとどろかせて天に昇ってゆく。竜は妖怪というより竜神と呼ばれる海の平安の神、雨乞いの神として信仰されていた。竜宮大戦争。海中で戦争があった時、竜王の手下とされていたカッパが敵側のスパイとして竜王に捕まった。それでカッパは謀反を起こして竜宮大戦争を繰り広げ、魚族と戦ったが、どうやらカッパ側の負けに終わったようである。竜島。海の上に見える怪しい火、それが竜島である。竜神が灯す火のことで、辺りがぼんやりしてくると海面から花火の玉のような赤いものが上がって、提灯のように見える。いわきの赤るがだけがよく知られ、有明海の白縫いもこの竜島の一種である。霊を言う幽霊。ある女房が寝ている部屋の障子に女の姿が映り、お礼を言っている様子であるが、声をかけると消えてしまった。女房に恩を受けた召使いが死んで、どうやらその霊がお礼を言いに来たらしいということが後で分かった。
老人日。木曽の深い山に出る老人日は、老人を伴った怪し火で水をかけても消えないが、獣の皮で叩くと老人ともども消え失せるという。老人日は信州と遠州の境の山奥にも現れ、害はないが恐れられていたようである。六所大明神。六所大明神の祭りのための舞台工事に、不浄桶で運んだ水が使われた。それに怒った六所大明神が、右手に榊、左手にろうそくを持った巨人の姿で現れた。祟りを恐れた村人たちは、心からお詫びしたという。六六日。夜、寝静まってから首を長く伸ばし、獲物を求める。大抵は女で、寝ている男の精気を吸うとも言われている。ある説によると、六六日は喉に必ず紫色の筋があるという。ワイラ。山の中にいる妖怪で、オスは土色で、メスは赤色をしていると言われ、どちらも二本の前足に一本ずつの鋭い爪が生えている。土を掘ってモグラを食べているそうだ。若さの人魚。子供の時、知らずに人魚の肉を食べてしまった娘が、いつまでも嫁入りした時と変わらぬ若さを保っていたが、年を取らないことを憂い、尼となった。そして808歳まで生きながらえたという。これが有名な八尾国の伝説である。若松の幽霊。昔、会津若松に女の幽霊が出たそうだ。初日は戸をたたいて女房を呼び出し、二日目はかまどで火を焚き、三日目は庭で杵をつき、四日目は部屋中を歩き回り、とうとう寝室にまで入り込んだということである。渡り美尺。青白く光り、飛尺の形をしてふわふわと飛び渡る。それで渡り美尺と呼ばれている。火の妖怪で、青っぽいのは陰火とされていて、燃やす力はないが、水をかければますます燃え盛るという。ワニザメ。ワニザメは凶暴で、これが船に近づくと乗組員が病気になったり、海に落ちて餌食にされたりすると言われ、また小舟を覆すとも考えられている。ワニとサメの合体した怪魚である。和乳洞。日暮れになると、下町から山の方へ恐ろしい速さで駆け上るその姿を見た女が、自分の子供の足を引きちぎられた。片車輪とよく似ているが、和乳洞を見た者は魂を失うという。笑い地蔵。お地蔵様は
昔から子供に親しまれ、子供の守り神とされていたが、神奈川の大磯や静岡の御祭祀には、大入道になって動いたり笑ったりして、人を驚かせたという話が伝わっている。悪い風。山で急に病気になり、高熱が出ると悪い風に当たったという。悪い風は一種のつきもののようで、農具の実で煽ってもらったり、うなじの毛を 2,3 本抜いて道に投げ捨てるおまじないをすると治るそうである。